どうもマックスです。 3.2 名古屋国際会議場大会、野獣藤田和幸とジェイクリーの対決、いやなかなかに刺激的でしたよね。いやファンの方はまあこれを見に行ったのか V シリーズかって言われると、なんとなくこの怪物野獣対決だったんじゃないかなと思います。そして V シリーグじゃないんですけども、ダガー選手の強さ際立ちました。そして V シリーグの中ではウルカ選手いいんじゃないでしょうか。さらにさらにで言えば小川選手、丸藤選手がピカリと光ったこの名古屋国際会議場大会、ちょっとこの辺りを触れていきたいと思います。で第1試合、忍者マック VS アレハンドロ、まあ、ここのところノアの第1試合ってちょっとこういうテイストの試合多いですよね。動きが割と分かりやすいというか湧きやすい。でよくこの忍者マック選手やアレハンドロ選手が起用されるんですよね。で忍者マック選手とアレハンドロ選手はもともとチームメイトというか一緒にタッグを組む中で、前回もお話ししましたけど、ちょっと前にはあれ仲間割れしたのみたいな伏線が回収されないままに、気がつけばまあまあ仲良しみたいな感じでやってましたかね。でまあ見せ場、どちらかというとアレハンドロ選手が仕掛けるシーンが目立ったかなですけど、忍者マック選手が忍者スペシャル、そして忍者ボムとつないでアレハンドロ選手からピンホール勝ちとこうなりました。まあ、アレハンドロ選手、今清宮海斗選手と不思議なことにドラゴンゲートのベルトを持ってたりします。でもちょっとそのあたりも生かしきれてないというか、アレハンドロ選手の何でしょうかね、これだみたいなのがもう一個2個あるとファンは感情移入しやすくなるのかな。でも今のところはこう第一試合をこう盛り上げるアレハンドロ選手っていうイメージがちょっと強くなってきたかなという気がしました。そして第2試合、宮脇潤太、大原はじめ VS チームノア、広木、斉藤明俊。いや最初どうしてこうね、ジュニアの中に斉藤さん入ってんのと思いましたけど、よくよく考えたらチームノアのメンバーでね、広木さん、斉藤明俊さんっていう、まあ、こういう構図だったのかなと思います。まあ、その中でどうしてもこう斉藤さんが絡んでしまうと大きいので、まあ、広木選手と大原はじめ、広木選手と宮脇潤太選手のこの絡みがまあメインになってきました。で宮脇潤太選手をこう解説の井上光さんだとか、明らかに変わってきましたよねって言うんですよね。まあ、腹筋だとか体型、あるいはこう食らいついていく姿勢みたいなところを解説陣がついつい攻めちゃうもんだから、そうかなと思いながら見てました。で終盤、斉藤明俊選手がアイアンクロースラムに出て、それでピンカウント3行くのかなと思ったら、カウント2でギリギリ肩を返して、でその後立ち上がってこうがむしゃらにエルボーを打ち込んでいったあたり、まあちょっと変わったかなっていう。ただなんかこう反撃頑張る宮脇潤太の息をそろそろ超えてほしいなって思いますよね。まあ、どうしてもこのカード編成だと難しいところありますか。ただまあその広木選手と例えばテクニックの攻防でなんか凌駕するシーンがあったりとか、打ち合いでなんか凌駕するシーンとか、なんかそういう強くなったよね宮脇潤太みたいなのをもうちょっと見たいかなというふうに思いました。個人的にあの一本背負い好きなんですけどね、はい、ぜひ見せていただければと思います。そして第3試合、陽平アンソニー・グリーン、ジャック・モリス VS 小川義成、丸藤直道、スペルクレイジー。 VC タッグリーグ戦が始まってから、まあ、基本的にはこう第1試合から第3試合までがまず一つの作りになっている。以降 VC リーグを入れながら、まあ、ちょこちょこっとねカードが他挟まるという試合展開、まあ、そういうカード編成がここのところ多くノアはなってます。まあ、これもそういった意味で第1試合から第3試合までの中の一つのまあ区切りというか、まあそういう意味で組まれたのかなと思います。でアンソニー・グリーン、ジャック・モリス、まあこの2人はですね、本来今 GSC タッグのベルトを持ってて、まさしく今やってる VC リーグ戦の勝者
勝った者がこのアンソニー・グリーン、ジャック・モリスに挑戦するんだよっていう流れが本当あるわけですよね。でちょっともったいないなと思うのが、そういうところアンソニー・グリーン、ジャック・モリス、俺たちにかかってこいよみたいな、そういうこうサポートというかな、解説がもうちょっと入るといいですよね。このあたりマンデーマジックとかだと明らかにまずそのアジテーションがあって、俺たちが持ってるみんな何やってんだ、 VC リーグごちゃごちゃやってるけど早く勝ち上がってかかってこいよみたいな、そういうスキットみたいなのが入るとちょっと盛り上がるのかなと思ったりしました。でこの試合陽平選手、それに対して小川義成、丸藤直道、スペルクレイジーがまあどう向き合っていくのっていうね、まあ、特に小川義成と陽平選手の前哨戦っていうことを割と解説の中でも出てきました。で序盤陽平選手が仕掛けるんですけど、その後小川選手がなんか怒ったかのように陽平選手を場外のマットも何もないところにボディスラムでバーンと叩きつけました。これは小川選手かな、スペルプレジーだとか、ごめんなさいちょっと忘れました。で、この T シャツをクレイジーがこう剥いだ時にですね、まあ、陽平選手の腰にバンデージがこう貼ってあるのがこう見えるわけですね。でそこからもう小川義成、丸藤直道、スペルクレイジーが変わる変わる腰を痛めるという連携に入っていきます。連携というか、まあ、一人一人が腰を痛めつけていくという。でもう陽平はもう一人捕まる孤立無援状態になって、ですごいなと思ったのが、小川義成選手、丸藤選手も、まあ、クレイジー選手もそうなんですけど、この腰の一点攻めっていうのでこんなに試合作れるんだっていう、これはすごいなと思いました。で流れもよどみないし、えぐいな、えぐいんだけど、言葉変ですけど綺麗なんですよ。いやこの展開すごいなと思いました。そしてまあ陽平選手のピンチにですね、なんとかその後アンソニー・グリーン、ジャック・モリスがこう入ってくるんですけど、それを小川選手が巧みに避けたりしながら3人で1人を相手にしちゃったというシーン。でそれで小川選手が最後変形逆エビ固めというか、やっぱりこう陽平選手の腰を痛めつけて勝ったという。いやもうね、今チームノアってあるじゃないですか。塩崎さんがノアらしい戦いということでね、まあ、決起した先ほどのヒロキさんや斉藤明俊さん、モハメド・ヨネ、そして VC リーグに出てる小峠、まあ、このあたりがまあチームノア、ノアを取り戻す、そのノアとは一体何なのっていう、そんな投げかけがある一方で、この試合の小川義成、丸藤直道は腰一つ攻めるっていうだけでもこんだけ強さを見せられるんだよっていう、そういう一つのメッセージにも見えましたよね。まあこれは私の個人的な感想なんですけど、いやそういう意味でこの小川、丸藤直道、スペルクレイジーの腰攻め、いやこれは実に綺麗で面白かったです。そして第4試合から VC タックリーグ戦に入って、ごめんなさい、その前にありましたね、LJ クリアリー VS 早田。前回こう LJ クリアリーが忍者マックだとか早田とやり合ったら面白いよねっていう風に言ってたら、早速このカードが来ちゃったので、ちょっと個人的にはびっくりしてるんですけど、で LJ クリアリーがやっぱりいいなと思いました。で全般に早田選手がやや後手に回るような LJ クリアリーが攻め立てるシーンがあって、で早田選手がどうですかね、受けてんのかなっていう気もしました。で終盤にかけてのところで LJ クリアリー選手がこう早田選手を固める中でロープを持って固めるという、まあ、前回見てなかったら全く意味が分かんないんですけど、前回は早田選手がロープを持って固め技で勝ったので、それのオマージュというシーンがありましたが、今度はレフリーがそのロープを持っている LJ クリアリーをしっかり見つけちゃったという。で早田選手が特別大きな技を出すわけじゃなかったんですけど、横入り式エビ固めで最後は早田選手が勝ちました。
まあ、早田選手だとこう潮見インパクトが終盤畳みかけていくような流れがあるんですけど、この試合についてはクリアリー選手が攻める一方でそれを受けた、そして受け流して早田選手が勝ったという、まあ単純に言えばこれやっぱり早田選手強いよね、クリアリー選手はまあ今からだよねっていう構図なんでしょうか。ただ試合自体、まあクリアリー選手はやっぱり上手いし技綺麗だし、で早田選手のその一発一発に対するその受け身がねものすごく上手なんですよ。早田選手がラッシュしなかったと言いながらも、その一発一発の受けがあまりに見事なので、早田選手がラッシュに行けなかったかなという、まあそんな見方もちょっとできるでしょうか。まあ、今後 LJ クリアリー選手どういう風になっていくかっていうのは結構楽しみです。そしてこうクレバーな勝ち方した早田選手が今後タイトル戦線にどうやって戻ってくるのかなと、そのストーリーもちょっと見ものですよね。なんか刺激的なカードが早田選手にはちょっとあると、例えば対新日本とか、なんかそのあたり外部の選手と絡む DDT でもいいです、前日でもいいですけど、なんかそういうのがワンクッションあってまたタイトル戦線に戻ってくるのかなという、そんな気もしました。そして第5試合から VC リーグ戦、大和田優剣王 VS ドラゴンベインアルファウルフのロスゴルペドーレスですね。いやもうね、この VC リーグ戦誰が盛り上げてるかって言ったら、一つは絶対にこのアルファウルフドラゴンベインなんですよ。個人的には間違いなくそう思ってます。でこの試合ももうガンガン行きます。でガンガン行くのに対してこの試合の見どころは、個人的にはですね、この多種多様な技が来る、そしてまあひょっとしたら若干危険な部分もあるこのロスゴル兄弟の技を大和田優選手受けきれるのっていうね、前回大和田優いいよっていう声もいただきましたし、一方でこう期待しすぎたりして、潰れちゃわないか心配という声もいただきました。でそれ以上にやっぱり大和田優選手何が心配かっていうと、受け身とかどこまでこういろんなものに対して受け身取れるんだろうでした。でも答えから言うと、この試合ウルフ・ベインは飛びまくりましたし、やりまくりました。そしてそれを大和田優選手は全部受けたっていうところが、でその受け方が安心して見れたっていうところがすごい良かったなっていう、まあ、結果負けちゃうんですけどね、ベイン選手のツイスターベインでトップロープからこうシューティングスタープレスの要領でこう落ちてくる、ドラゴン・ベイン選手にねピンホール取られるんですけど、大和田優選手がアルファウルフ選手の頭突きをこの辺りに食らっても、2人がかりの攻撃食らってもともかく必死に食らいつくのと、受け身を完璧に取れたっていうだけでもこの試合見てよかったなって思いました。そしてやっぱり大和田優選手が少しずつ力強くなってるというのと、で技ないんですよやっぱり、ドロップキックとフォアアームと、まあ、あとはサイドスープレックスがあったり、トップロープからこうダイビングボディアタックでこう飛んだりとかですね、まあ、それぐらいしかないんですけど、だからこれで勝てるっていうのはなかなか難しいんだけれど、相手の勢いを利してとか、相手の技を受けてその後丸め込みに入ってとか、ひょっとしたらあわやっていうシーン、そしてそれでもフォアアームで食らいついていくところ、ドロップキックで攻撃していくところがベイン選手やウルフ選手にちょっとだけ刺さったかなっていう気はしましたね。で最後ベイン選手がトップロープからそのツイスターベインという技に出る前に、ちょっとトップロープで体勢を崩しておうおうとこうなりました。まあ、解説の井上さんの言葉を借りれば、ひょっとしたらこの大和田優選手のこの反撃がねちょっとダメージ与えたんじゃないかっていう、まあ、そういう優しい助言もありましたよね。まあ、これで大和田優選手たちは2敗になったんですかね、この時点で1分け2敗なので、まあ星取り的にはやっぱり厳しいでしょうし、そんな簡単に言っちゃダメよとも思いますけど、でファンの期待もね、もう頑張る大和田優だけでいいんですけど、この日の受け身を見る限りはディフェンスは OK よっていう気がしました。あとはこの何か引き出しが1個2個開かれるようなことがこの VC リーグ戦中にあれば、
これはファンは沸きますし、ひょっとしたら一勝できるかも。その対戦相手は誰って思います。そして第6試合、同じく VC リーグの正木民也稲葉大輝 VS 曽山学近藤修司。まあ、この中で一応ですね、近藤修司選手がジュニア、他は一応ヘビーという位置づけですよね。ただもうなんていうんですかね、稲葉大輝選手、曽谷選手、近藤修司選手っていうのは一時期レッスルワンにいたわけですよね。でその中で近藤修司選手っていうのは、うん、怖い先輩という位置づけでいたはずなんですよ。で真正面からこの体力だけで ぶつかり合うシーンもないわけでなく、またただその技の攻防がこう常に近藤修司選手が有利に運ぶっていう、なんか頭を使ったような攻防かなというふうにも思いました。そしてこの稲葉選手に対して決してその力負けをするシーンをほぼ見せなかったようにも思います。まあ、ちょっとそのラリアットのところでね、稲葉選手が逆転したシーンもありました。で終盤その正木民也選手と曽谷選手が、まあ、肉弾同士で戦う、まあ、終盤だけじゃないですよね、序盤からかなりお互いのこの、まあ、似たタイプというか肉肉しい肉弾戦がゴツゴツとなって、で正木民也選手は終盤の監獄固めに入る布石として持ち上げてニークラッシャー、ダブルニークラッシャーで曽谷選手の膝を痛めつけていきます。で監獄固めとなるんですけなって、その時に稲葉大輝選手も近藤修司選手をですね、万字固めに切って取ったりするシーンがありました。で結構この稲葉選手が万字を出した時は一つの勝ちパターンになるのかなと思うんですが、まあ、この試合は終盤稲葉選手と曽谷選手、この万字をこの曽谷選手の体に巻きつけて稲葉選手がやるんですけれども、それ振りほどく、そして最後の方は曽谷選手が弾道で打ち勝って、ジャンピング DDT に最後行こうかっていうところで20分という今回制約があるので、試合時間20分なのでドローとなりました。まあ、最後できたらジャンピング DDT 仕掛けるとこまでは行きたかったですよね。落とすところまでは行って、それでまあ20分ドローだったらいいけど、行く手前というか直前でこう20分来ちゃったので、ちょっとファンとするとうーっと思ったかもしれないです。試合自体は内容ね、お互いに肉弾戦、肉肉しい戦いで面白かったんですけど、今一つこうファンがシーンとあれは見入ってたのか興奮しないのか、なんでしょうね、お互いの選手のこの声とかぶち当たる音がものすごくよく聞こえて、それはそれで良かったんだけど、もうちょっと盛り上がってもいいのかなとも思いました。そして第7試合、ここに挟んできました GSC ジュニアヘビー級選手権、チャンピオンのダガ VS 挑戦者は GLG の忠助。いやもうなんていうんですかね、忠助選手もよくやり合ってたとは思うんですけど、もうダガ選手がすごすぎて、随所にこう畳みかけがあるし、次の技っていく時の一歩二歩が早いし、それでいてグラウンドコントロールするし、もうどこを切り取ってももうダガ選手の圧倒感がすごかったなと思いました。で、まあ、結果ダガ選手が最後こう勝つんですけどね、ディアブロウィングスでこう勝つんですけど、まあ、そこに行き着くまでももう要所要所がこう早いし、立ち上がるし、すごいし、もう試合内容細かく言えないですけど、でちょっと強すぎてですね、ああここまで一方的に最終的にね見た印象になるのかなと思って、ただ最後の最後にのシーンのあたりでわざわざ小川選手がラフに入ったダガ選手にベルトをこう授ける、でそのダガ選手が忠助選手をベルトでオーダーするっていう、あえてミスをつけるシーン、まあ、これを強すぎるで終わったら多分ダメだったんでしょうね。
ラフプレーでややブーっとくる強くて憎たらしい王者ぞっていうぐらいにしないと、それぐらいにこうちょっと力量差が目立ってしまったかな、そういうのがあってミスをつけた方がバランス取れるのかなって、そんなことを見てる方が思っちゃうぐらいにダガ選手強かったです。ストップザザが誰なんでしょうね。でもダガ選手もちょっと一巡した感があるので、このままなんかノアの選手が挑戦って言ってもなんか厳しそうな気がしますよね。なのでさっきの早田選手のところじゃないんですけど、ちょっと外部の選手とかちょっと違和感のある選手を入れた方がいいのかなって、なんかそんな気すらしてきました。そして第8試合 VC リーグ戦、レアルのティモシー・サッチャー、サクソン・ハクスリー VS チームノア、塩崎豪、小峠敦史。ちょっとね、小峠さんが 2.15 のリミットブレイク、そしてその後のレアル01出た時まではこう全開でこう行くんですけど、やっぱり体力的に厳しいんでしょうか。このティモシー・サッチャー、サクソン・ハックスリーにはいいようにやられて耐えるシーン、そしてそれに対して激を飛ばす豪さんの姿がねすごく印象に残りました。でタッチを受けた後、塩崎豪選手もなかなかペース取り戻せないんですけど、こうハックスリー選手とこう体に、ね、タックル合戦した時にやっぱりハックスリー選手の方が体格でかいというかなんですけど、まあ塩崎豪選手がだんだんこうペースを掴んでいくっていう展開でした。だから豪さんついつい豪腕っていうイメージがあるので、パワー勝負になった時に勝たないといけないみたいな幻想を持ってみると、郷さんの試合は楽しめないかもしれないですね。でも、うん、この日の試合みたいにハックスリーのこのパワフルなボディをですね、だんだんコントロールしてったっていうところは良かったと思います。で終盤場外にいるティモシー・サッチャー選手に対して小峠敦史選手がハックスリー選手にロープ振られたからなんですけど、そのままの勢いで場外のティモシー・サッチャー選手にウルトラタイガードロップで迎撃に行く、そしてリング上を塩崎豪選手とサクソン・ハクスリー選手に任したっていう、まあ、この流れ良かったです。で豪さんが最後豪腕2連発、特に最後の豪腕は見事に決まりました。まあ、このあたり一発目の豪腕で取りに行かずにもう2発目に全てをかけたっていう、その説得力感、これは良かったですね。だからゴーさんというかチームノアというか、多分課題はですね説得力なんですよ。でこのゴーさんのこのフィニッシュ、この日先に豪腕一発あって、そして本当にガーンと振り抜いて相手がひっくり返るほどの、あの巨体をひっくり返すほどの説得力のある豪腕、まあ、このフィニッシュは良かったと思います。そして第9試合スペシャルシングルマッチ、ジェイクリー VS 藤田和幸。藤田選手が先に入場、そして赤まむしドリンク持って入ってきました。入ってきたんですけど、いつもみたいに単にニヤニヤするんじゃなくて、ちょっと眼差し違いました。一方でジェイクリー選手はいつものように間を取って入場。いや冒頭ね、藤田和幸選手が赤まむしを飲んで、ジェイクリー選手のこのジャケットを開けて、そこの胸元にブーッと吹きかけるシーンこそあったんですけど、試合が始まるといきなり静かな立ち上がりになるのかなと思ったら、エルボー合戦でしたね。ただその後ですよ、静かな攻防になりました。見る攻防で藤田和幸選手をどちらかというとジェイクリー選手がグラウンドに招き入れる、グラウンドの戦いに引き込むようにやりました。で思うに、まあ藤田和幸選手っていうのは新日本からですね、まああぶれたというか、新日本で強さを受け止められずにですね、総合格闘技に出てったわけですよ。その後も猪木ゲノムにこういたりとかねしましたけど、基本的には総合の選手っていうイメージも、まあちょっと昔からのファンでしたら強い強い藤田というのをそこでイメージしてると思います。
で最近のファンになった方には藤田和幸選手ってどう映ってるんだろうなっていうのはちょっと思いました。でその総合がバックボーンにある藤田選手ですから、本来グラウンドに引き込むっていうことは度胸のいる話ですよね。でジークリー選手はなぜそれができるかっていうと、やっぱり柔術を今ずっとですねやってる。だからこう下になって上に乗られても、その腕だとかを瞬時に決めてって下から仕掛けていくっていうことができるから、ジェイクリー選手はそうしたんだろうと思います。で藤田選手はバックボーンがその総合というのがあるので、総合格闘技でこうグラウンドの展開上になった選手っていうのは基本的にやっぱり有利なわけですよ。でどう有利かというと、上から基本的にはマウントポジションを取ってタコ殴りするから、まあ、そうすると下の選手が戦意喪失、試合終了みたいな、まあ、そういうシーンが MMA で、総合格闘技で多くあるわけですよね。で、それを誘い込む。だけど、ジェイクリー選手はそのタコ殴りだとか、マウントポジションを取らせきる前に、腕を三角締めに決めたりですとか、するわけです。それがまず、すごい見入っちゃう攻防でした。見入っちゃう攻防でした。でその流れが変わったのは場外に出た後ですよね。一旦場外に出て、普通で考えたら30数歳のジェイクリー選手、50数歳の藤田和幸選手なんで、ややこのグラウンドの攻防したら藤田選手の息が上がっちゃうのかなと思って見てたんですけど、いやいやどうして、この場外に出た時から藤田和幸選手のエルボがもう数段上がってですね、ガーンといった時にジェイクリー選手ちょっとフラッときました。でそっから場外ではもう藤田和幸選手の独壇場状態、もうエルボーを叩き込むフラフラになるジェイクリー選手、フラフラになりながらもジェイクリー選手表情で見せるなと思いました。でグラウンドに帰った後は藤田和幸選手が、まあ、監獄固めというか、相手の片膝をですね横にこうぐっと曲げて、膝の上に固めて体重かけてぐっと折り曲げていく、まあ、それを苦しみまくるジェイク選手で、上から来いよと藤田選手がこう煽るんですけど、下からこう殴ってもなかなかね力って入らんので苦しむわけですよ。ところがそこから次の展開になった時には、ジェイクリー選手が今度全く同じ技で藤田選手の膝を固めて上から挑発する。ただすごかったのが、そこで藤田選手は下からの大きな手でバチンバチンと張り手に行くっていうですね、いやこれはすごいもの見てるなと思いました。で、藤田選手がロープに飛んだ時かな、ジェイクリー選手のジャイアントキリング、ニーリフトが思い切りドカーンと決まりました。決まりましたですけど、いや、まあ、結果こう藤田選手がビーストボムに入る前に30分ドロー、引き分けとこうなりました。まあ、途中からこれ決着つかんのじゃねとは思いました。まあ、フェイスブレイクショットにジェイクリー選手がこう出た時も、走り込んだジェイクリー選手に対して、あれエルボーですかね、ナックルかな、それを殴って打ち勝つ、そんな返し方をフェイスブレイクショットにする選手を初めて見ました。ただその後もジェイクリー選手がさっき言ったみたいにジャイアントキリングにこう出てますし、いやなんでしょうね、ちょっと刺激的すぎて、そして試合も見る展開こんなになるんだ、そして場外のあのめちゃくちゃ強い藤田選手も見ましたし、やや終盤藤田選手の方が優勢だったのかなと思いますけど、ジェイク選手のこうあの表情睨み、30分ドローにふさわしい内容だったかなと思います。でお互いにその後リング上でこうガッと睨み合うというよりも、お互いにそそくさとこう帰っていった。じゃあこの続きどうなるんだろうねってちょっと思わずにはいられないですよね。いや本当にこれどうなるんでしょうか。
まあ、ジェイク・リー選手が今度ですね、3月の終わりか、イホデ・ドクトル・ワグナージュニア選手の GSC ヘビーに挑戦します。で、結果によっては藤田選手につながるのかな、対藤田戦がそういう舞台でつながるのかなと思いますし、まあ、今回この対決があったので、まあ、どういう形でもジェイク・リー選手と藤田和幸選手の第2章というのが起こっても多分誰も文句言わんでしょうし、また見たいなというふうに思いました。第10試合、杉浦隆史、佐々木ウルカ VS 清宮海斗、大岩良平。いやーね、まあこの試合のどうでしょうね、見せ場は杉浦隆史選手をコーナーに据え付けたところで、清宮海斗選手がドラゴンスクリューを仕掛けたところでしょうか。まあそこで膝を痛めた杉浦選手に対して、やや動きの落ちた杉浦選手に対して終盤足音の字で攻めていくっていう、まあこの一点に尽きるかなと思います。で、結果清宮海斗選手が杉浦隆史選手からギブアップを取るっていうですね、まあそういう展開になりました。まあそのなんていうのかな、表現しにくいんですけど、杉浦隆史選手はいつも通り激しかったと思います。ただ、このカードでもう一個見どころがあったのが、やっぱ佐々木ウルカ選手だと思います。もう杉浦隆史選手に指示されなくっても本当に自然なまでこう出てくるというか、杉浦隆史選手からこうタッチコート引き継いだ時に、その流れの中でどう技を繰り出したらいいかっていうのが自分なりにこうイメージして出てきてんなと思いました。いきなりカッターから入って、その後対角線から、RKO を出したりとか、そのタイミングもいいし、三角シャイニング三角締めにこう行った時も良かったですよ。ただ強いて言えば、その出すタイミングがこうね、ここできたかっていう、そのタイミングで出るよりはちょっと早かったのかなっていう。だけどそこでこう決まるような展開に持っていけたらば、杉浦隆史、佐々木ウルカまだまだあるんじゃないかなと思います。まあ、杉浦さんはこの試合負けましたけど非常に良かったと思います。ちょっと足は心配ですね。で、佐々木ウルカ選手はもうこのまま伸びてほしいと思います。で、バックステージでちょっとここのところ勝ってたんで調子乗ってたかもしれない、でもいけるっていうね、力強いコメント出してましたし、もうデビュー3ヶ月ですよ。全然そうは見えないです。で、もう今後この杉浦隆史、佐々木ウルカのコンビネーションがどうなっていくかっていうのは楽しみでしかないなと思いました。で、まあ、多くのノアファンというか多くのファンが期待する清宮海斗、大岩良平選手なんですけど、全然悪くないんですよ、悪くないんですけど、佐々木ウルカ選手のこの輝きに比べると、なんですかね、余裕があるから、清宮海斗選手余裕があるからそう見えちゃうのかもしれませんが、佐々木ウルカ選手のこの眩しさにちょっと負けてんなっていう気がしました。まあ、ただ最近そのダブルのドロップキックからダブルでネックスプリングでこう起きたりとかですね、まあそういう見せ場はたくさん作ってたかな。けど今改めてこうやって喋ると、清宮海斗、大岩良平のこの目立つシーンがあんまりですね思い出せないんですよ。だからそつなくやってるんだろうけれども、なんかもう一個にこう印象に残るものがあったらなと。技的に印象薄いわけじゃないと思うんですけどね、ドラゴンスクリューもありましたし、大岩良平選手も、まあ、いいですけど、大岩良平選手で言えばまだ技というか受けレパートリーがどうしても少ないっていうのはね、もちろんあるんですけど、ただこの清宮海斗や大岩良平がこう攻め込んだ時に、その佐々木ウルカ選手がとっさに攻撃からこうディフェンスに転じてやられた時のこの受け身が逆に目立っちゃって、なのでこうそっち側に目が行くので、清宮海斗、大岩良平のこういろいろ思い出せることが少ないのかなっていうふうにも思いました。
いや、この名古屋大会、ノアは決してね、名古屋あまり強くない地域だと思うんですけど、まあ、藤田 VS ジェイクというのを VC リーグに挟み込んできて、ファンはどっちを目当てにいたんだろうなっていうふうに、この途中途中の試合の歓声を聞きながらね、見てました。で、ジェイクと藤田の戦いはやっぱりこうシーンとした見どころもあったり、場外があったり、本当に起伏に富んだ30分、そして今後どうとでもつながっていくのかなというふうにも思いました。で、さっきも言ったみたいにウルカ選手の進化が目立ったし、あの地味なカードではありましたけど、小川選手、丸藤選手がノアをある意味すごい見せたよねと思いました。ジャック・モリス、そしてアンソニー・グリーンは、まあ、会場人気上がってきましたけど、この VC リーグ戦が自分たちのもんなんだぜっていうのをもうちょっと全般にね、埋め込んでお話できたらよかったのかなと思いましたが、皆さんどう思いますでしょうか。まあ、全般見て面白かったです。ただもうちょっとその VC リーグ戦、群雄割拠だからかもしれないですけど、もうちょっとボルテージがね、上がるように、いや、それはどうやったらなるのかなと思いながら見てましたが、何があったらいいんでしょうね。まあ、このあたり中盤から終盤にかかっていきます。ただ、レッスルユニバースの後日配信がちょっと多いのが気になります。ぜひ、せっかくね、こうやっても今盛り上がろうとしてるので、無理してでもレッスルユニバース生配信してほしいなって思いました。皆さんいかが思いますでしょうか。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。